さあ2人は一体どんな試合を見せるんでしょうか。今ゴングが鳴りました。さあ試合スタート。またちょっと構えがある、はい、さあ菊の独特の構えです。これに対して中尾どう出るか。蹴り入りましたけど変えないですよね、はい。まあ、北岡さんは両方ともに体制経験を持っているわけですけども、そうですね、はい、まあ、それぞれのこう強さという部分一つずつ挙げていただいてもよろしいですか。そうですね、中尾さんは42歳になるんですよね、はい、42歳になるのに体すごいですよね、体の力はあると思います、はい。まあ、菊野選手はプレッシャーなんじゃないでしょうか、やっぱり、はいはい、僕はプレッシャーで勝ちましたけど、はい、去年の、まあ、6月ですからちょうど1年前です。前蹴り出しました。まあ、連続 KO 中で勢いに乗っている形ですし ね、そうですね、はい、この試合でも変わらずそれを狙っていくんだと思いますし、はい、あ三日月ちょっと滑ったか。でも右の三日月なんでもうよほどうまく入らないと。カウンターが いったカウンター一発で決めた。捉えましたね、今出番だってこう動く瞬間捉えましたね、はい、あすぐ立ってダメですね、はい。しかしカウンターは中尾の得意なんですけどね。そうですね、もう本当にあれですね、中尾選手動く瞬間を狙いましたよね、はい、捉えましたよね。まさに菊野が目指すところの一撃。